皆さん、こんにちは。トップレーサーである石丸海人選手の妹である石丸小牧選手。プライベートでは同支部の先輩である田頭虎親選手と結婚され産休を取っていましたが、2024年8月16日についに復帰。しかし復帰戦が危うく大事故につながりかねないレースとなったことから、その危険な走り方についてさまざまな声が上がっています。今回はそんな石丸小牧選手の経歴やプライベートをご紹介しながら、復帰戦で起こった危ない走り方についてご紹介していきます。石丸小牧選手は愛媛県今治市出身、香川支部に所属しているの B1 級のボートレーサーです。所属している香川支部には平高奈々選手や山川美幸選手といった女性トップレーサーが多数在籍しています。インタビューでも、女子選手で強い先輩が多いので負けないように頑張りたいと話していました。またすでに優出経験がある藤原葵選手は同じ129期であり同期にあたります。石丸小牧選手はデビューしてから目立った成績を残しているわけではありませんが、その容姿で人気を集めています。そんな石丸小牧選手は現在師匠をつけていません。同じ香川支部の先輩方に支えてもらいながら日々練習を重ねているそうです。特に松岡奈美選手が親身になって相談に乗ってくれたりと大きな存在になっているとか、これから師弟関係が結ばれることがあるのか要注目です。また冒頭でもご紹介した通り、石丸小牧選手の兄は石丸海人選手です。石丸海人選手は優勝回数11回、 G1 での優出経験もある実力者。特に陰の強さは圧倒的と言われており、2018年に初優勝を達成してから A1 級を維持しています。柔らかい雰囲気である妹の石丸小牧選手とは顔が似ておらず、写真だけを見ると小わ表ですが、インタビューで時折見せる笑顔からどこか優しそうな雰囲気が感じられます。石丸小牧選手は兄と話す機会が少ないと言いながらも、ペラ台とハンマーをがしりるために兄の家によく行っているそうです。また兄のように積極的に仕掛けるまくり屋になりたいと話していることから、兄を尊敬しているのがわかります。そんな石丸小牧選手がボートレーサーを目指したきっかけは、やはり先にボートレーサーとなった兄の影響によるもの。幼少期の頃から新体操、アーチェリー、ソフトテニスといったたくさんのスポーツをやっていた石丸小牧選手。高校ではハンドボールで全国大会ベスト8という輝かしい実績を残しています。その後スポーツ好きだったのを活かせるスポーツトレーナー鍼灸師を目指して専門学校に入学。専門学校時代にたくさんのスポーツ選手と関わっていく中で、支える側よりも自分自身がスポーツをしたいという気持ちが強くなったのだとか。そこで一番身近な存在だったのが兄がやっていたボートレーサー。一年発起で競艇選手になることを決意した石丸小牧選手は、なんと一発で養成所の合格をつかみ取りました。こうしてボートレーサーになることを決意した石丸小牧選手は、養成所を無事に卒業して2021年11月27日の丸亀サンレースでデビューを果たすと、その約1年後の2022年9月14日の常滑5レースで初勝利を挙げました。そして初勝利から数ヶ月後の2022年12月22日の浜名湖2レース、2023年1月4日の丸亀2レースでも1着に、1年間勝利がなかったとは思えないほどの快進撃が続きました。石丸小牧選手は優出、優勝経験は未だないものの、船券に絡む機会が増えています。フライング回数が少ない上、平均スタートタイミングは 0.17 と、スタート技術はまずまず。さらに勝率を上げるためにはターン技術の向上も鍵になりそうですね。プライベートでは石丸小牧選手は2023年6月7日に結婚を発表しました。気になるお相手は同支部の先輩でもある田頭虎親選手です。2023年2月に田頭虎親のツイートに反応していたことから、その頃にはすでに交際していた模様。そんなお二人は2023年6月7日それぞれの SNS で結婚を報告。田頭虎親選手は2023年6月7日に SNS を更新し、実はこの度
私事ですが、同支部の石丸小牧さんと結婚しました。その後、石丸小牧選手も SNS を更新。私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いしていた同支部の先輩である田頭虎親さんと入籍いたしました。 SNS に投稿された画像を見ると、婚姻届を提出したのは令和5年6月5日となっています。2人の詳しい馴れ初めなどは明かされていないため分かりませんが、同じ競艇選手ということもあり、互いに支え合っていたのでしょう。田頭虎親選手は香川支部に所属している A1 級のボートレーサーです。 G1 でも2回勝利しており、2023年前期には A 級に昇級するなど頭角を現しています。2022年9月5日の浜名湖12レースではトップレーサーである峰竜太選手を道中で抜いて大金星を挙げたことでも話題を集めました。石丸小牧選手と同様に初優勝に期待しましょう。結婚発表後、しばらく欠場が続いていた石丸小牧選手、その理由は出産、産休、育休中だということが判明し、多くのファンから復帰を期待する声が上がっていました。そんな石丸小牧選手は2024年8月16日にボートレース丸亀で開催された一般戦 RNC 杯争奪サマーチャンピオンレースで圧戦追加が入り、約1年半ぶりの復帰となりました。復帰戦となったのは初日2レースのこと。進入は6号艇中岡雅彦選手が4コースに入ったことで1・2・3・6・4・5の順になり、4号艇石丸小牧選手は5コースからの進入となりました。スタートすると1周1マーク手前で絞ってきた石丸小牧選手に対し、6号艇中岡雅彦選手が抵抗、2艇が接触し、石丸小牧選手は危うく転覆するところでした。外を走っていた5号艇宮崎進選手が避けるためにハンドルを切ってエンスト、危険な事故になる可能性があった走り方に対し、ネット上では小牧のエンジン良さそうですし、復帰戦もあり気合が入ってるのは間違いなさそうでした。それがあのうちに寄りすぎるにつながってる、といった石丸小牧選手の走り方に意見するファンや、復帰戦一周一マーク危うく事故になりかけた中岡くん、ちょっと外に振りすぎ違う、宮崎くんが察知しハンドル切ってエンスト、大事故にならずに済んだ、こんなん中岡のせいやない、どういう走り方なんこれ、小牧の復帰戦でこんなことせんでええやん、何か恨みでもあるんか、回避行動も誘発しとるし、自分のすぐ外を飛ばすためだけの突っ張りは良くないです。中岡って前からこういう説ありますよね、最近の内側の手への抵抗の仕方ってひどいのが多い気がします、ターンマーク回る気ない、といった6号艇中岡雅彦選手に対する批判の声が多く上がっていました。いかがでしたか。今回は石丸小牧選手の経歴やプライベートをご紹介しながら、復帰戦で起こった危ない走り方についてご紹介しました。さまざまな意見が上がり話題となってしまった復帰戦でしたが、事故にはならずに良かったと思います。今後も母となった石丸小牧選手には事故に気をつけて走り続けてほしいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。